はい、こんばんはです、今日12月の20日、今ね午後9時20分ぐらいなんですけど、22日にね岡崎でまた弥生カップというのが行われるわけですね。で、まあ物販ブースをね出していいよと、その代わり安く売るようにと、お客さんを集めろという指令は出てないんですけど、とりあえずね、これから岡崎に行くんですけど、まあなぜか今三浦海岸にまたいるということになっております。まあ夕飯食べてから、まあ空いてるうちに岡崎入りしようということになってますね。まあ取ってつけたような理由ですが、まあ、とりあえずこれからビストロナキータさんでまず美味しい食事をしてから、西に向かいたいと思っております。あ、もう多分今日で、なるほど、最初で揃うのは、もしくは、来年の、マラソンの時か、マラソン、はい、マラソンがあるのかか、あれがあるんですよ、桜祭り。おお、桜祭りの時1ヶ月半端じゃないよ。え、何月なんですか。2月か。2月、さあビストロナキータさんのポテトサラダとバーニャカウダです。体にいつ食べてもうまいという。3月から3月の頭ぐらいテスト、3、4、5、6ええなこれ。だってもう3、4、5、6、3月、4月、5月、ガーリックトーストです。ゴルゴンゾーラチーズ、これが最高。いや、うめえ、ほんとうめえこれ。それ撮ってるんですか。撮ってますよ。ジコちゃんの掃除を、あ、出ます、出ちゃって大丈夫ですか。大丈夫ですか。大丈夫ですか。あ、どうもこんばんはです。え、今日からですか。今日から、今日から、はい、すごいっすね、もうこれ。え、これね、いや普通のデジカメ。え、そう、これね、これ面白いんだよ、ちょっと一回止め。これはアボガドの豚巻き天ぷらです。このままで食べても美味しいという、全然いくまじゃない、うめ、これうまいんだな。これはカレー粉と塩、うまい。本当うまいよこれ。これは間違いない。ですよね。これゴロっすか。これね、生ハム、サラミ、ローストポーク。とにかくローストポークが美味しいんですよ。これもうもはや豚じゃない感じ。ごぼうですよこれ。ごぼうめ。カレーライス、鴨肉とごぼうのカレーライスです。いや、全然うまいじゃないですか。まあ、鴨の味って言われても、鴨の味自体がよくわからないからですけど、いや、うめえですよこれ。ちょっと変わりました。
カレーだからその中に、鴨の出汁が入ってるんですけど、なるほど、いや、うまいですよ。あ、でもなんかコクがある入ってるんですけど、やっぱりカレーのスパイスの方が強い。ああ、うまい。うん、鴨も最高。あ、美味しい。あ、うめえよこれ。はい、締めのパスタ、チキンとマッシュルームのクリームソースパスタでございます。これがうまいな。うん、いや最高。クリームソースが最高です。いやいやいや、うん、いやいや、それだけは。美味しいですよこれ。美味しかったですね、相変わらず。さて行きますかね、これから、岡崎に向かって車で行きます。まあ明日の昼までに着けばいいんで、12時間後なんで、ね、まあ、途中休み休みでどっかで休憩ということになりますね。まあのんびり行きましょう。はい、今回の旅の1杯目のコーヒーです。さあこの後果たして何杯飲むんでしょうかね。このコーヒー結構美味しいですよね。僕はいつもキリマンジャロです。まあキリマンジャロのモカでもどっちでもいいんだけど、どっちも美味しいですね。猫がいる、猫がいる、猫、黒猫、妙に人懐っこい。飼われたやつなのかな。さあ行きましょうか。はい、ここね、宮井でいいんだっけ、パーキングエリアですね。もうあと10キロ以内です。もうしびこさんまで。現在朝5時ということで、朝ごはん、まあ正直何でしょうか、そんなにお腹減ってないんだけど、ついこれね、高速道路マジック食べたくなっちゃうんだよね。吉野家です。しかも吉野家、こっちまで来たら違うもの食べろって感じですが、アサリの味噌汁美味しいな。これだけでもいいぐらい、おしんこもつけちゃったもんね。豪華ですよ。うまいっすよね、吉野家のこの白菜の漬物。そしてこれ頭の大盛りです。生卵トッピング、うん、何よりしんのやね。さあということで、これもしかすると食っちゃねえになるかもしれないな。一生寝とこうかなとも思ってるんですが、とりあえずご飯食べております。はい、ここはキャンプ地でした。今日はね、寝れるようにちょっと荷物減らしたんだよね。おや、渋滞じゃないですか。今11時ぐらいになっちゃいましたよ。もう結構寝れましたね。さあということで、これから設営会場、しびこさんに向かいたいと思いますが、ちょっとかかりそうだな。これもうちょうどいいかな。出発しましょう。いい天気、グッドデイサンシャインってやつですよこれ。あったね、なんかあったかいもんな。12月21ですよこれ、うん、ジャンパーいらないぐらいよこれ。
いやいい天気。さあ向かいましょう。さあ着きましたよ、しみこさん。とりあえず食べるかな。まずまだ開いてないと思うんで、ハンバーグ食べに行こうかな。ちょっと行ってみましょう。お待ちください。右が丼屋さん、リズムさんをやってますね。ランチハンバーグ定食、コロッケ定食、ハンバーグにしよう。ハンバーグ定食です。これで760円ですよ。めちゃもついて安い。八丁味噌赤だしです。よし、だし巻き卵。うわー、だし効いてるよ、おいしい。ちくぜん、おいしいね。ハンバーグです。ハンバーグ、本当に嬉しいんだよ、結構ね。本当、岡崎はね、何気に米うまい。いつもそれ思うんだ。どこ行っても美味しいんですよ。大忙しいですね、お店。美味しいんだ、これ、ちょっと玉ねぎのね、残ってるのがいいんだよね、またね。ということで、しみこさんのリズムさんというお店です。もうやってますね。あ、こんにちは。あ、どうもっす。どうもです。お疲れ様です。どうです、どうです。あれ、もう入れちゃっていいですか、荷物。はい、入れちゃって。あ、わかりました。お、これ見たことある人。早いっすね。あ、どうだよ、どうだよ。あれさ、申し訳ないです。申し訳ないです。なんとかなります。すいません、どうも、お買い上げ。ありがとうございます。これでもう今年の、来年のエビスカップ優勝っすね。ありがとうございます。なんとびっくり、 MK46 が売れてしまいました。持ってきといてびっくり。さあ、設営が大体終わりましたね。これ体験スペースです。いや、本当にね、初めて打つような方の場所ですね。レンタルガンも用意してあります。そしてこれがブルズアイ。今回からもうね、全部 BX さん、ベースエクチェンジさんのターゲットなってますね。そしてここがプレート。もう先ほどお帰りになったんだけど、なんだ、サイドワインダーさんも手伝いに来てくれてね、ありがたいです。そしてシルエットです。もう早速練習してますね。ちょっとシルエットが3連。どうですか、これ問題なさそうですか。これ大丈夫です。多分ね、高さ合ってると思うんだけど、惜しい。ちょっと台でしたかね、今。おお、素晴らしい。こんな感じで全部で
12年です。すごいっすよね。そう、はい、ということで設営終了しましたね。どうですか、当たりますか。得意でしょ、だってシルエット前回38点3発でした。おお、動画取り出すと当たるじゃないですか。おっしい、ちょいした。うん、ちょいした。うん、全然した。はい、体験会練習会がね行われております。お、あそこに重鎮がいますね、2人。いやー、午前中すごい人でしたね。おそらく観光協会さんがアピールしてくれてるので、それ見てきた人も結構多かったみたいですね。今はちょっとね、すっきりしてますね。いやー、でも今日は人多くてびっくりしました。お、頑張ってください。ということで試合が始まります。これどうも。試合が始まりました。ここにあったらあっちけよ、俺は俺が、で、なんかこっちにあったの。だいぶ売れました、ありがとうございます。一番奥が体験のスペースです。で、ブルズアイとプレートと奥がシルエットです。1時15分ぐらいから試合が始まりました。ちっちゃい声で喋ってます。わたるさんが今から試合なので勝手にカメラを使ってます。これわたるさんのやつ、カメラ、わたるさんの試合の様子を、どこにいる？
カメラじゃない111名待ちますんで、バタルさんはジャッジだったね。ごめんね。ほら、リミ先生です。一回買ってわかる？これ赤いのもそうだ。もうとずっと撮ってる。終わる？それも全部データ消えます。知らない。キミちゃんありがとう。やってなかった。それでは飛行機を開始します。プレートスタンバイ。レディ。ビビが耳に沿ってきたけど私あっちまで今日は行ってないけれど3発ぐらいあちっち、うん、マキチちゃんマキちょっと今初めてそれを思い出した。誰かに試してみて、うん、これ TV ローダーでこう耳の中にこっちって入れたら何発カード折れちゃった。え、こんな恐ろしいけどくだらないこと取れなくなる。これちょっと取れないかな。じゃあとはもう聞いてってを再開いたします。プレートスタンバイレディ。プレートスタンバイレディ。プレートスタンバイレディ。美味しかったけど。プレートスタンバイレディ。
諦めの選手やっているよ。プレートスタンバイレディはい、競技を再開いたします。プレートスタンバイレディ。それはそれでまたすごいな。あるんだけどそれ狙ってもなかった、はい、プレートスタンバイレディ。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 ではセーフティーをかけていただいて重厚カバーをしてください。競技を終了します。お疲れ様でした。倒れ方です。めっちゃ見通じゃないですか。いえ、申し訳ないです。あれうまい。すいません。ほぼほぼセーフです。ありがとう。どうでしたか？緊張しました。入ってるって。私も後ろから撮ったよ。マジ？いっぱいみんなが撮ってたよ。試合が始まっておりますね。スタンバイ中で待ちください。モンスターも来てくれたな。すごいですね。ああ、こちらはプレーみんなにやっていただけております。プレートスタンバイレディ。こちらはシルエット。すごいねこれ。花言葉、花言葉だっけ。花なんていうんだっけ。いや花文字か。花文字だ、ね、上手だね。そう、ベースヤコシンさんのブースです。売れてますか、重厚カバーは。はい、ありがとうございます。やっぱこれが一番売れるの、もしかして。そうなんだ。やっぱそうなんだね。あれみたいね、うん、サファリランド、ね、売ってますよ。Thank you.
私はボロボロですが、着々と進んでおります。まあ、どうでしょうか。だいぶ売れましたね。そのプレートスタンバイ外してる。なるほど。そしてこちらはでん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 ますね。おお、すげえじゃん。みんな一気に落ちましたね、点数。おお。今日は皆さん調子悪かったですね。165の 4X 奥と
奥さんも帰っちゃいましたね。165の 2X 武藤明。おさあ、ということで表彰式は続いておりますが、私はそうまずしばらく呼ばれないんだよね。おお、すげえな。終わりましたね、とりあえず。用意いたしますので、言ってください。お渡しいたします。さあ、皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。今年は公式もあって、本当に皆さんにいっぱい協力していただきありがとうございました。4時半ぐらいまでまだ打てるので、皆様。自由に打っててください。本当にありがとうございました。はい、お疲れ様でした。それで第7回野球カップね、とりあえず終了と。ここから練習会ですね。上脱いでる。はい、上脱いでる。静岡のサイドワインダーです。来年の1月の26日になりますけれども、菊川市商工会議所、そちらでですね、練習会の方を、行う予定になっております。一応朝8時半ぐらいから設営し、5時まで、まあ、5時それ撤収になりますので、受けて3時半から4時までとなってしまうかもしれませんが、菊川インターを降りて1分かからないところにありますので、お車でもし来られそうであれば、一応最大90台まで車は止めれます。ただ70人ぐらいの会議室になっておりますので、まあ、2連日ぐらいそちらをですね、山中さんと一緒に、はい、一緒にですね、楽しみですね。4月の25、26に公式の方で、公式の方を菊川市でやっていただけることにもなりましたので、またぜひですね、その前に練習会ということで、その場所を使って、やらさせていただきたいと思います。一応空調もあるので、まあ、暖房等も使えるという話なので、まあ、寒くはないとは思いますので、そちらの方でまず練習を一緒に皆さんとやれたらいいなと思っておりますので、ぜひ参加していただければと思います。よろしくお願いします。はい、素晴らしい。お、またさらにいいですね。まず1年、岐阜 APS クラブ、皆さん、状況なんとか取れました。ありがとうございました。来年まだ手は立ってませんが、今後もよろしくお願いします。お仕掛けですけども、来年の2月23日、1度目ですね、2回目から、東京公開、2回関連のイベントを受けためですね、やらせていただきます。そこで、同時開催で APS の4体験会、ちょっと APS のお店を見させながら、やらせていただきますので、もし興味ある方は、こちらの方に住んでいて、お店さんにこれをやってるよっていうのも、お知らせしてください。すごいですね、これ。ちょっと反対なんですけども、平和堂大野店、2階でやります。あまり人数集まらなくて苦しい状況ですので、もしこいつ時間があって、こちらと無料っていう方がいらっしゃいましたら、ぜひとも運営のご協力をお願いしたいと思います。最初からコメントぐらいで出ます。何卒よろしくお願いします。おい、こんなとこですか。じゃあ、いや、じゃあ大丈夫です。どうぞ。はい、大丈夫、大丈夫です。じゃあ、閉めてください。閉めてください。ん？写真撮ります？写真ね、集合写真欲しいですよね。じゃあ、集合写真を撮りますか？どこで撮るのかな？そこぐらいしかないよね。そう。ちょっとその辺上げてもらってもいいですか？さあ、ということで、集合写真ですね。おい。1年ありがとうございました。はい、乾杯。
乾杯。乾杯。お疲れ様です。今日は12月23日ですね。もう昨日やよいカップ体験会ね、盛り上がりましたね。打ち上げも楽しかったですね。で、スーパーホテルの朝食、味噌汁美味しいですね。八丁味噌。スーパーホテルはね、このね、最後のワインの甘みが、あら。で、どなたですか。こんにちは。ここ大丈夫、段差。はい。おー、やっぱ緊張するな、これ。ちょっと足大丈夫これ。あ、はい、大丈夫。お尻の方から降りてきます。だよね。今これどこに行くんですか、向かってんですか。これは岡崎こっちです。いい、観光協会さんに向かってます。観光協会さんに。これからあの、おー、車来た、車。車来た、車。APS の、はい、何ですか、なんか、手伝ってもらうと、うん、岡崎協力してもらえるので、ね、お話をしに行きます。すごいね。今これあれじゃん、服おそろじゃん、これおそろ、色違うんだ、微妙に。うん、いい天気でよかったね、今日。今日あったか、風もなくて、ね、こっちです。左だよね、はい、よし。こっちのやつのが押しやすいんです。あ、そうなんだ、うん、軽く進むんで。もうすぐ着きますよ。交通安全だから、これ気をつけないと。車椅子も。車だから。スピード違反あんのかな、なんか群物売ってる。似たお店があるじゃん。あ、犬いる、なんか吸ってるな。吸ってるかな、なんだ。あ、あれだ、葉っぱだ。はい、到着。ここが、そう、表は、うん。あれ、お父さんがいる。お父さんがいる。これ難しいかもしれない、お尻から。から、はい、うん。じゃあいいよ、止めちゃって。よいしょ。さあ、今日もハンバーグでございます。うまいね、この味噌汁。かだし。で、今日はね、漬け出しっていうんですか、ごぼうかな、これ。うん、うめえな、これ。うん。また米が美味しいですよ、ここは。岡崎米。岡崎米最高。うん、で今昼ご飯食べております。もうね2時なんですけど、まだ岡崎でうろうろしてます。実はねちょっとね、先ほど岡崎観光協会の方とですね、まあ弥生さん、BX の弥生さんに連れてっていただいてね、いろいろ話させていただいて、
かいろいろねちょっとまだ具体的な話っていうのがあれなんで、まあ、詳しくあれですけど、とりあえずなんか岡崎市としてもね、なんかちょっとかいろいろ手伝えることは手伝いますというお言葉をいただいてね。ちょっと電池なくなっちゃいましたね。まあ、ということでね、ちょっとね、観光協会さんのお話を聞かせていただいたというか、ちょっと聞いていただいたという感じでしょうかね。なんかちょっと APS カップ、APS に関してですね、非常にご理解いただいてて、なんか、なんつうの、ちょっと盛り上げていきたいです、なんて言っていただいちゃってね。いやー、ちょっと感激しておりましたけど、まあ、すごいね、弥生ちゃんね。いろんな人脈あるから。まあそれでね、その時いろいろちょっとお話してて、で前々からね、僕岡崎ってどこのお店行っても米が美味しいんですよ、ご飯が。先ほどのリズムさんもお米がとにかく美味しかったんですけど、で米美味しいですよねって言ったら、いやそうなんですよと、でこういうのあるんですよっていう風に紹介していただいてね、ぬかたというところがね結構なんか有名らしくて、岡崎何気に水がね結構有名らしいんですね。ねえ、今日神谷さん、今日じゃねえか、昨日来てたけど、神谷さんが今いるね、福井県の大野市というところのね、水が豊かな、水が有名なんですけどね。まあ、あと、今年ね、春ぐらいかな、桃色クローバー Z のね、黒部うなずき温泉というところにね、行った時も、あそこも水がすごい有名なところで、今年はもうとにかく水の、いやー、口が回んない。水の有名なところにね、結構行ってるんだなっていう感じでしたけど。で、あとそこで出していただいたね、この和紅茶っていうのね。これ紅茶と日本茶の愛の子みたいな感じなんですけど、これが非常に出していただいたやつ、美味しくてね、買ってしまいました。まあね、ちょっと観光協会の方のなんか、情熱に脅されて、なんか買って帰ろうと思っちゃってね、岡崎城行ってちょっと買ってきました。あとね、岡左衛門グッズもちょっと買ったんですけどね。さあ、ということで、現在午後3時。本当はね、ハイドハウスさん寄ってこうと思ったんですよね。もうここまで来たら大阪まで行っちまうかと。ただもう3時なんで、もうさすがに帰ろうかと。いうことで、これから東京に帰りたいと思います。いやー、今日はあれでしょう。まあ、私のかなりの動画マニアの方はわかると思いますけど、テンションが高い。いつも帰りなんつうのはもうグダグダになってるのに、いやー今日はね元気ですよまだ。はい、ということでこれから東京に向かって帰りたいと思いますが、果たしてこの後動画はなんか続くんでしょうか。いつもここら辺のなんかあれが計画が曖昧なんで、だいたい途中でもう終わってるんですけど、まあこれからね、東名高速に入って、東京に帰りたいと思います。いやー、今年最後になるのかな。まあ、岡崎はさすがに最後だよねって感じで、さっきね、さっきっつっても結構前なのも、弥生ちゃんと挨拶してきましたけど、まあね、ほんと、今年もこの町にはいろいろお世話になりましたね。まあ、なんだろうね。まあ、人の縁ってのはほんと不思議なもんでね。いろんな人と、いろんな人のつながりがですね、なんかちょっとずつ大きなものになっていくというね、そういうのを実感させていただいててね、非常になんか生きてもまた来たくなってしまう街、岡崎。ね、また来年、来ると思うんですけどね、また楽しみにその時を待ちたいと思います。ということで、これから東京に向かって帰ります。さよなら岡崎。また会いましょうということで、とりあえず一旦、止めます。浜名湖サービスエリアです。すごいなここ、今まで何回も来てんだけど、だいたい夜だから公園、これサービスエリアの中ですよこれ。どういうこと、あそこみたいですね、松島。これどこまで降りられるんだろう。湖ですね。よいしょよいしょ。はあ、あんなベンチ気持ちよさそうじゃないですか。いやしかしいい天気だな今日。これ12月23日でしょ。これもう半袖でもいられるぐらいですよ。はあ、今日いい天気だな。よいしょ。
ういふ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 いと、はい、立ち入り禁止7個観光へ。そこまで行ってみたいですけどね。浜名湖、うなぎで有名ですよね。もうまるで海。お、鳥さんたちがズーム合ってるかな、角度ねえ。鳥でしょこれ。鳥じゃなかったら怖いけどな。はい、ということで、いやーいい感じだな。浜名湖までやってまいりました。こっから上がっていくのか。はい、ということで、ここで浜名湖サービスエリアはね、スタバがあるんですよね。スタバのコーヒー、やっぱあれね、自販機のコーヒーも美味しいんだけど、スタバとかのいわゆるなんつーのコーヒーショップっていうんですか、なんていうのかな、コーヒー専門店のコーヒーやっぱうまいですよね。で微妙にまた味が違うのがいいんだよな。はい、ということでコーヒー買って帰りましょう。夕日浴びていいなこれ。